軍神？それともただの人？上杉謙信の生涯に迫る足跡編。皆さんこんにちは。今回の歴史じっくり聞こうは、上杉謙信の生涯足跡編について紹介していこうと思います。数多くの逸話を持つ絢爛な武将が数多く登場する戦国時代、そんな中でも越後の龍上杉謙信といえば、戦国武将人気ランキングの中でもほぼ確実に5本の指に入るほどの人気者です。武田信玄としのぎを削った川中島の合戦はもとより、敵に塩を送るというエピソードや女性説が出るほどのミステリアスな実動は、歴史ファンや武将マニアのみならず、多くの創作の中でも上杉謙信というキャラクターを生み出しています。やたらと渋い声だったり、どう見ても宝塚だったり、あるいは最近だと朗らかだけどたまに目や言動が怖かったりする謙信を見て、歴史上の上杉謙信に興味を持った方も多いのでは。ということで今回は、越後の龍だとか軍神だとか、かっこいい異名とミステリアスな実像を持つ上杉謙信を紹介していきたいと思います。軍神生まれ、越後を滑る。上杉謙信は1530年に越後守護代である長尾為景の四男として生まれました。幼名は虎千代で、四男であることから少なくとも家督を継ぐこととは無縁の生まれだったといえます。彼が生まれた当時の越後はプチ戦国とも言うべき内乱に次ぐ内乱状態。謙信の生家である長尾家に関しても、越後の中では有力な勢力だったとはいえ、実は長尾家内部でも守護代の地位をめぐる争いが勃発している状況だったのです。そんな内外問わずに争いが頻発する状況の中、当主だった為景が1536年に隠居、虎千代の兄である長尾春景が家督を継ぐことになり、もともと父や兄との仲が良くなかった虎千代は寺に入れられることになってしまいます。しかし虎千代はここで天室教育という住職に教育を受け、さまざまな事柄を学んでいくことになります。特に城郭模型を使った城攻め遊びにはまっていたらしく、この時点で後の軍神の片鱗を見せていたようです。そして虎千代がそんな風にのびのび学んだり遊んだりしていた頃、兄である春影は端的に言ってめちゃくちゃ大変でした。春影自身がそもそも病弱な文化系だったこともあり、父の頃より長尾家を悩ませていた内乱が父の代よりも頻発する事態、さらに1542年には前当主の為景が病没し、国政の主権も半ば別勢力に移ってしまう有様だったのです。そんな中、1543年に虎千代は元服、長尾景虎と名乗り、兄の命令を受けて内乱鎮圧に乗り出します。そして見事内乱鎮圧を成し遂げると同時に初陣を飾ることとなったのです。しかしその後も内乱は続き、内乱が起きては春影が命じ、影虎が鎮圧するといった状況が続きます。そしてそんな状況が続く中で、長尾家の家臣たちは、これ春影様より影虎様の方が当主に向いてるんじゃね？と思い始めるのです。とはいえ春影自身もさすがにそのことは分かっていたのでしょう。1548年末に現状の越後の最高権力者である越後守護上杉定実の朝廷で、影虎は正式に兄から長尾家の家督を譲り受けることに。そしてその1年後には上杉定実が後継者なしで死去したため、影虎は室町幕府より守護職の代行を命じられ、めでたく越後国司となったのです。
越後国主となった影虎は若い当主を侮ったり、あるいはそれぞれの利権を守るために攻め寄せる反乱分子を相手にバッタバッタと大立ち回り、見事越後の統一を成し遂げた頃、影虎は22歳、当主についてから3年という驚異的な速さでの越後統一でした。北条、武田との小競り合い、上洛、そして関東管領へ。こうして越後を統一した影虎は、越後の外の勢力とも刃を交えることとなります。とはいえ、越後そのものへの信仰というより、上杉家、長尾家と懇意にしていた者たちからの救援要請に応える形での出兵がほとんどだったため、この時点では越後という地域自体はそれなりに安定していたと言えるでしょう。とはいえ、越後近辺の勢力はご存知、武田信玄、この時点では武田晴信率いる武田軍や、グレートファーザー宇治康が率いる北条軍、そんな戦国きっての強豪と川中島や関東で幾度となく渡り合い、領地を取ったり取られたりしながらも、影虎は着々と乱世の雄として顕在化。当時の将軍足利義輝との拝謁をきっかけに、将軍家とも良い関係を結ぶことに成功した影虎は、その後に難攻不落の小田原城を落としかねない活躍を見せたことをきっかけに、関東管領に叙任されることとなります。そしてこの時、同時に山の内上杉家の家督も相続したことで、彼は名前を上杉正虎と改めることになるのです。川中島合戦の終結と宿敵との同盟、関東管領に叙任された後も地位通りの関東進出を目指して北条と小競り合いを演じていた正虎ですが、小田原攻めを中断させられたことで、まずは武田を落とすことを決意。北進へ進攻する武田軍の隙をつく形で電撃進攻し、川中島の西助山に布陣し、武田軍と激戦を繰り広げることになります。これが激戦と名高い第4次川中島の戦いです。武田軍はこの戦いで大きく被害を受けて、上杉との正面からの激突を避ける方針に転換。ちなみにこの頃、正虎は足利義輝から一字を賜り、名を照虎と改めています。強そう。その後も関東圏の上杉勢力の寝返りや、ちょっかいのようにたびたび進攻してくる武田軍と北条軍の同盟に手を焼かされる日々を送る照虎。しかし、向こうが二勢力ならこっちも二勢力で対抗すればいいじゃないと思いたり、阿波の里見氏と同盟を結ぶことでこれに対抗、関東に本腰を入れることになります。しかし、ここでまたまた武田の横槍が、その横槍によってまたも川中島で相まみえることになった両軍ですが、ここでも決着がつかずに双方睨み合いの末に撤退。こうして何ともあっけなく川中島の戦いは終了してしまうのでした。そしてその後は関東勢力の反乱や越中進出、一向一揆などに悩まされながらも、上杉家は越後の一大勢力として乱世に名高い勢力に。宿敵だった北条とも多分に北条側の都合があったとはいえ、同盟を結び、越後を治める上杉の勢力は少なくとも多少の安定を見せるようになりつつありました。彼が有名な謙信の名前を名乗り始めたのも、実はこの頃だと記録されています。最後まで乱世に生きた男。しかし、そんな安定も長くは続きませんでした。宇治康の後を継いだ北条氏政が一方的に上杉との同盟を破棄、さらに上洛を目指す信玄の策略で越中にて一向一揆が勃発。これにより謙信の主戦場は関東ではなく越中国内がメインとなることになってしまいます。しかも一向一揆に強調するような武田北条の侵攻や将軍家の意向と同盟相手である織田信長の意向の食い違いによって、上杉と織田の同盟が破綻するなど、
この時期の謙信は非常に多くの問題を抱えていたと言えるでしょう。そんな中、謙信は室町幕府寄りの立場を取り、反信長勢力の本願寺と和睦、越中の一向一揆勢力に奪い取られた城を徹底的に攻め落とし、なんとか国内をまとめ上げて、今度は能登に侵攻。そしてその能登侵攻を皮切りとして、今度は織田信長の勢力と対峙することになるのです。とはいえ、これは織田軍の足並みが揃わなかったことで割と簡単に撃退。この織田勢力を追討すべく、遠征に向けての大動員令を発しましたが、ここで限界が訪れました。遠征の準備中に突如として倒れた謙信は、そのまま居城で帰らぬ人となりました。享年は49歳でした。死因は脳溢血だったと言いますが、実はこの死因にはというのは後編にて。ともかく内乱や苛烈な侵攻への対抗など、戦国乱世という言葉をまさに体現するような人生を送った上杉謙信。そんな彼の死をきっかけに上杉氏の勢力が衰えを見せ始めるのですが、それはまた別の話です。まとめ、戦国の象徴たる武将。以上、上杉謙信の辿った足跡をごくごく簡単に紹介させていただきました。とはいえ、これはあくまでもまとめと要約を重ねに重ねた紹介にすぎません。北条との同盟にもいろいろな障害やら何やらがあったり、川中島の戦いについても紹介しようと思えばさらにいろいろなエピソードが存在しています。たかが一つの記事で上杉謙信という偉人の生涯を紹介するなど、土台無理な話なのです。書いてるやつが言うのもあれですが。ということで、今回は上杉謙信の辿った足跡を紹介させていただきましたが、実はこの記事は前後編仕立て。ということで、後編である次回はおそらく皆さんお待ちかねであろう上杉謙信のエピソードを中心に紹介していきたいと思います。それではまた次回でお会いできれば幸いです。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。こちらの軍配の上のボタンからチャンネル登録できますので、もしよかったら登録よろしくお願いします。あと、こちらの動画もよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。